はい、どうも。行きましょう。続き。一歩目。もうね、さすがにテンション上がんないのよ。もうさすがに。4体来ても。1体だったらちょっとね、テンション逆に上がるかもわからんけどもね。まあ。そう、腰振っても、振られても。このね、もう、あれで、ダンジョンがちょっと複雑で、そっちの方にもう、テンション持ってかれちゃってるから。バズも、もうバズらないですね。ちょっと、まあ、言いつつちゃんとやる。言いつつちゃんとやるから、そこは。バズ強えな。でもちょっと剛力符切れた瞬間やばいな、もうこれな。これボスとかどうなっちゃうんだろうね。だいぶ不安感はあるけれども、ここでこっちがもうないということで、いやー、これ落とし穴落ちていかないとダメなタイプか。これ、イザナイの洞窟タイプ。イザナイの洞窟、ドラゴンクエスト3のアリア班からロマリアに出る洞窟。あの魔法の玉使って壁破壊して、魔法の玉っつうけど、まあ要は爆弾だったっていう。あの爆弾の玉を魔法の玉って呼んで、盗賊の鍵を持っていかないとダメですっていう体操に、あいつ左足炎入ってるよね。大丈夫か。バーベキューする、青の相馬バーベキューしてるとき夢中になってるとあんな感じになるのかな。あ、そうか、白赤持ってるのよね。うわー、ジオったなジオかぶりはまずいよ。しょうもねえな。ジオかぶりはまずいよとか、どうしょうもなさすぎる。フラウがだんだん本当にいかつくなってますね。本当に強い。まあ強いかどうか知らないけど、強いっつうか、もういかついですよね。これマダラじゃなかったら受けきれ、お、歌えるぐらい受ける自信ないですよ。ってことはやっぱりそのあれですわ。そうだわ、穴入ってくタイプ。よし、はい、いたわ。そっか、穴落ちてくのか。こうそうするとなかなか骨折れますね。キリンもまあ、呪われてるけど、あの武器が弓の武器強いですから、そこそこダメージ入りますね。いいね。こ
子ってことよね。ちょっと待って、ちょっと地形見てこようか。一応遠いところが一応正解かなという感覚。ダンジョン感っていうの、ダンジョン感覚で言うとそうなんだけれども、見れない、ちゃんと見れない、ちゃんと見れなくなってる。まあでも下の方が良さそうだよね。あの一個右に穴がある。で多分なんか行けなさそうな感じっつうの。ちょでもこっち、ここからでもちょっと見れるか。あ違うわ違うわ。だまあ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 、ここの右下かな、やっぱりな。まあまだね、全然相馬があるから余裕こいてられますね。まあこ本命ここでしょ、下ここでしょ。完全に外れてますね。え、あそこじゃない、首だ、はーん出た、首取っちゃってんの自分の。こういうイリュージョンありますけど、首取れました。あの首がマジで首が取れてる。この戦闘画面だと一応右にちょっとばかし見えてんのかな、右手に持ってんのかな骸骨。クビラハーン、いいね、クビラハーン、ちょっとハマる。クビラハーンの登場です。上なのかな、でもあそこさ、あ上、あれこ、ん、まあ全部行くのが私のスタイルですから、全部行くって分からなかったら全部の通りをやる。もうね、一応ガン見してますから。いやー、ナユタ2連続攻撃外すか。あ、ゴーリキュじゃない、青の相馬よ、青の相馬よ。いやー、意外とここめんどくさいっすね。あ水色でいいか。あとはこ、だって上戻ったらもう戻っちゃうもんね。あの妖術はフラウガがやってる。フラウガは攻撃でしょ、通常攻撃タイプ。ここ戻っちゃうから、まあまあまあ一個一個やってこうぜ。おー、はいはい、なるほどですね、そういう感じか。おー、これ絶対違うでしょこれ。そうっすよね、そうっすね。でここは、ここ上に落ちる、そうよね、そうよね。オッケー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 。あで上はもう行ったから、次がまあ真ん中かな。真ん中行けるかこれ。これ絶対違うっしょ、ここ
違くない。違くない。こっち。でもこれ左に落ちたらさ、左に、え？怖いなこれ。クビラハン後藤登場ですって、今出てきた一人で。間違いではない。まあまあまあ、全部のんびりのんびり行きましょう。まあ温泉宿と一緒、のんびりのんびり。で、あとはでも2マスだけですよね。じゃあ2マス下行きましょうか。おい、すごいな動きが。まだダメージ受けてる、まだダメージ受けてる。無駄な動きがないな、モアイ。シュッて向いて、普段から斜め上を目指して行ってる感じですか。大事よ。精神者にも水色行っとこうじゃなくて、行かないとダメですね。で、まあまあ、ここか、この左。まあ、左、こっちから。あー、なるほど。正解ですね。で、上行ったら上落ちてたってことね。さらに行って、さっき、紅白の相馬のところに落ちてたってことよ。まあ、半分、つか、うわー。これはね、手前なんですよ。こっちがね、進行方向。同じ。なんだろう、この感じ。別に、すげえ近いし。外れてもすげえ近いし。まあまあ、オーソドックスでしたね。オーソドックスにこっちが正解でしたね。おっしゃ、青をゲット。で、ここで右行くとまた落ちるから、ってことは今度4つ。まあまあまあ、もういいよ、もういいよ。俺、行っちゃうから、近くから。オッケー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 。いや、でも、ちゃんとやった方がいいね。ちゃんとやった方がいいか、これ。いや、でも、一つ一つ、行こう。トヘロスみたいのはないのかな？なさそうだよ。まあ、もしあったとしても、ダンジョン内では効かなさそうだもんね。こうやって戦っててさ、浄化符がないじゃん。今、浄化符を脅かすやつがいないから。ちょっと待って。今もうずっと上下逆なんですよ、これ。当たり前ですけど、呪われてるんで。だから、ちょっと油断すると、変なになっちゃうんで。あれ？テッシー、こいつ、行動遅くね？みたいな。いや、そういう時は、ああ、上下逆だから、一応こいつなりに考えてんだなと。考えてるっていうか、いや、特に落とし穴あるとマジでやばいっすから。マジでやばい。戦闘自体はね、そんなに苦しくないので、大丈夫なんですけどね。その苦しくないっていうのもまだ余裕がある、回復に余裕があるっていう意味でね。だから全然大丈夫なんですが、これがさ、本当に
もっと他、まあ、ドラクエちょっと話出たけど出したけど、いつも通りドラクエですらこの長さのダンジョンはかなりきついと思うんですよね。それこそ 2,3 の時ロンダルキアとかさ、まあ、2がロンダルキア、3の時のさ、あのシルバーオーブ取る時の洞窟の名前いつも忘れるんですよね。何でしたっけ、ロンダルキアに似てるんすよね。あそことかね、あの地獄の使いがしびれの息、焼けつく息を吐いてくるとことかね、あそこめっちゃ厳しいっすよね。あーってこと、あーなるほどね、はい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 、あーもうじゃん、もうじゃんすか、お待たせしました。はい、3の洞窟の名前を思い出せぬままボスです。ほらバーベキュー、バーベキューにも程がある、あいつレッドカーペットビタ乗りしてますから。な、どうしようどうしようどうしよう、もうあれもねえのか、状態精神者回復しとくかね。もうさ、最初の頃のあの水色のソーマを結構ケチってた時と違って、もうね、あれトウロウギャンハセリフなし中ボス、あれでもこれ影王の試練でした、あれ違うわ、影王の試練じゃねえわ、うわわわわわ、黒の鍵、そうや黒の、そう影王を倒しに行くために鍵取ってこいと、廃墟、ここ廃墟ですよ、だから危ない危ない危ない、なあ言った、危ねえ危ねえ、東梁乱破で、ここが出口ってことね。いやーいらねえ、あでもちょっと待って、クビラか、インダラしてるからキリンは、ここあれちょっと待って、鳳凰か、あれ鳳凰とかアシュラとかどうしてましたっけ、一応赤回復して一応持っとくか、あでここに来ると、あれで何でしたっけ、あ、そうか、アイテム笛使って戻れみたいな、まあ今でいう携帯スマホですよね、今うっかり、まあ、携帯って言いましたけど、携帯電話、スマホのことを携帯電話って人います、あの多分私よりちょっと上の年代とかが携帯電話とか言うと思うんですよ、スマホの時より、いや携帯、まあ携帯電話だけれども、電話だけの機能じゃないですよね、まあこれも当たり前ですけど、あれ誰が切れたんでしたっけ、またよくわかんない、よくわかんないことになってる、携帯電話っていうのをさ、スマホって言わないって結構ちょっとどうなのかって思っちゃうんですよ、ダブルできるか、
け、このまま行け。よし。いわゆるそのアップデートできてないってことですよ。アイテムでさ、合図の笛。おお、ジョーカー来た、ジョーカー来た。ちゃんとジョーカー見とかないと、命取りですからこれ本当に。一回、おお、結構持つね。一回高い授業料払ってるんでね。おおお、すげえ、海割れずにワープしてきた。おお、よくやってくれた。その鍵を持って早く村に行くのだ。これさあ、いや、このまずこのここの小屋気になるよね。ちょっとお茶とか飲ませてくんねえかなみたいな、一休みしたいのよっていうのがまず一つで、早く村に行ってくだされ。これ村さ、あの不穏な BGM になってるんじゃない？あのトゥ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 、なんかトゥ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 みたいな、影王にやられてしまったみたいな。じゃあ仕方ねえ、黒の鍵使っていくかね。え、こここんなとこでしたっけ？こんな近かったか、なんかそんな気がするんですけど。浄化符マジで、まあまあ今はまあ大丈夫か。ちょナイウッティが切れてる。じゃあでも強いな、やっぱり普通にね。ここに来てさらに強くなってますわ、敵ね。この大陸に来てから、あー大丈夫だった。逆に行きたいはずで、なんでマイナスの方向で言うんだよ。呪いとくと解いてもいいんだけど、なんかあれですよね、武器も一緒になくなっちゃうんじゃないかなってちょっと思ってて。そうするとちょっと悲しいかな。悲しいってのもよくわかんないけど、やっぱりせっかく強い武器なので、強さだけで言ったらね、やっぱり。いやー、でもお金溜まってきたね。さすがに溜まってきた。最初ね、お金めっちゃ苦しいんですけど、最終的にお金めっちゃ余るっていう。現実もこうだったらいいんですけどね。おお、よく戻られた。その黒の鍵はあの古い城の扉を開ける鍵です。あの城には時間を超えられる不思議な印があります。そこから昔に戻ってください。そして弥勒が戦争を起こす前に奴を倒してくれませんか？はい。記録によるとタイムホールには、タイムホール、この世界観で言っちゃってるね。タイムホール、当たり前のように言っちゃってる。結界が張られていて、そのままでは戻ってこれません。過去から戻るときはこの玉ずさの鈴で結界を破ってください。あれ、そういえばさ、
あ、ちょ待って、キリンが最初、いや、タマズサの鈴で思い出したんだけど、キリンが最初持ってた、あ、マダラのなんか力を抑え込むあれとかってもう、あの、いいのかね、いいのかねっていう、そのマダラがいなくなったとかキリンがいなくなったとかっていうイベントが起きたから、もういらないってこと、なくなったってことなのかな。そういうことでよろしいか。キラリン、宝箱は全部開いている、過去に戻ると全部閉まってる、そういうこと。やっぱり90年代、これ90年言ってるっけ、そういう時期ってそのタイムトラベラーとか宇宙とかそういうところが、そういうところに人類が夢を持ってたのかな。そういうゲーム、なんかそれをテーマにしたゲームって結構あるじゃない。まあでもいつの時代もそうだったりするのかな。まあ、具体的に何よって言われたら特にないんだけど、なんとなく、ね、どこよ、どこにあんのよ。いや、もうこの2体のさ、上の像あたりに置いといてくれんと。その霊の印でしょ、星の。ナユタ助けた時とか、あの古代遺跡、古代遺跡じゃないわ、前方後円墳の時だわ。うわ、階段、うん、入れない。そこでもう分かって、全魔力、マダンテ野郎、全魔力、気を解放しろ。どうした、それで全魔力か。よし、こっちの全パワーが勝りました。いや、またしょうもないこと言ってるね。え、これどこにあるんだろう。右にあるのか。じゃあ左に、あの、入れない階段、崩れた階段があったかな。側にあると優しいなって全然やる。あ、なるほど、なるほど。1000のダメージ与えるとやっぱちょっとテンション上がるよね。意味は分からないけど、やっぱり桁数が違う、桁が違うっていう言葉通りなのかな。こっから行くんだね。あれ、全然ないっすけど、思わへ動きスッて止まってるんですよ、もう。で、攻撃するときだけキュッてこっち向いて、本当に無駄な動きがない。クビラハーンみたいに、あの、よちよち動いてないんですよ。俺、首持ってていいんすかみたいな。大丈夫なのかな。そんなことに一切動じない、もう。自分の仕事をなすっていう、素晴らしい。おっと、ここにある階段が。この奥でしょう。過去に戻って鎧を隠すシーンを見ると、大魔王を呼び出しちゃって、
滅ぼされた城で、いつかこの鎧を見つけてくれると信じていると、そういうことですかね。おお、この奥ですよ。ちょっと待って、めちゃめちゃ広いな。めちゃめちゃ広いな。あれ、これガチダンジョンなの？感覚的にパッと行けて、そっからがダンジョンですよっていうイメージだったんですよ。あれ、これガチダンジョンですか？敵出るし、まあ敵は出てもいいんだけど、そういうことなの。強いな、強いな、攻撃力が。いちいち攻撃力、ナユタの防御力が低いのか。え、ダンジョンだな。あった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 。回復回復。これ本当にね、攻撃力あるからだいぶ油断するんですよ。オッケーオッケー、シュン。うーい、じゃあ次回この過去を探索したいと思います。